形を見比べると猿川がまとまりそうですか。そうですね、猿川と、まあ、2番手本田かな、うん、本田の方は両面が2組ですね。2024-25 シーズンレギュラーシーズンが開催39日目、ということで3分の1はすでに終わって、あと1ヶ月ほどで半分終了というところですね。そうですね、今までのシーズンよりもなんか縦長といいますか、上下がくっきり分かれた出だしになってますよね。そうですね、特に苦しい状況に追いやられているのがビースト。終盤で猿川選手が一気に上がってきて面白くしてくれましたからね。そうですね、猿川は、まあ、今年もね今のところマイナスしてますけど、まあ最後の方にはまとめてきそうな気はしますけどね。ビーストの応援団からすると最後とは言わず、確かに早くしてって思いますけどね。まあ本人もねずっと勝とうとして、まあ、なぜかこうなっちゃうみたいな感じなんと思うんで、はい、それによって選択がこうブレたり崩れたりっていう印象はないですよね。僕が見る限りはないですね、まあ、いつも通りに淡々と、うん、まあ、というかやっぱりあの僕らプロ同士が見てると、別に300ぐらい負けてたってなんかいつも通り打ってるんですよ。例えばあの大吾さんとかね、去年マイナス300ぐらいでして今年は300プラスしてるじゃないですか、うん、一緒なんですよ打ってる姿と打ってる内容も、はい、だから結局そんなもんだと思います。なるほど、はい、大丈夫と。麻雀ももちろん心の内も大丈夫だと思いますけどね、まあ、本人もね、まあ、その原因はね一試合一試合にはちょっとずつあるかもしれないですけど、まあ、その全体的になんかおかしいなってことはないと思うので、うんうん、あとパイがついてくればみたいな感じですよ ね。さあルミです。こちらも両面が増えてきました。カンちゃんを払いながら有効牌を求めていきます。ルミもね、あの手が悪いときは結構ちゃんと安牌持ちながら狭く受けるタイプなんで、はい、この曲はねかなりスリムに打ってますよね。伊達の手牌は4と1の形。ドラ表示牌 の難から打ってション牌中を残します。上の本田がね今年はまだ風呂率 25% ちょっとなんですよね。いつもよりちょっと低いですか。そうですね、去年とかよりはちょっと低めで、まあ、でもね、まあ、正直手牌したいですからね、まあ、あんまり高くなれてもねチコラポンコラするのはもったいないし、うん、なかなか上がれない手だけ泣くっていうのが一番いいんですけど、この曲はちょっと泣きたくないですね。まだね本田の手牌次移りますけど、マンズにまだ苦しい形がありますけれど、これです。これねもう泣きたくない、もういいじゃんでんですもんね。ねえちょっと親でね1500点牌まだ取りたくないですね、はい、もう1枚有効牌を持ってこられれば親リーチが打てるというところで、うん、そうですね、マンズの、まあ、町はねあんまり良くなんないけど、それでもなんか泣いた1500よりはマンズのカンちゃん町でもシャンポン町でもいいからリーチタンヤを打ちたいですね、はい、親番ホンダがタンヤのいいシャンテンになっています。先にマンズが生まれば文句なしです、はい、猿川これで両面両面のいいシャンテン、めっちゃ嬉しいとこ来ましたね。そうですね、ローワン一番苦しいところを引き入れました。しかも単野がつくかもしれない方ですね、はい、さあ初めて姿を見せました赤牌、これをつもぎる盾、うん、チートだからちょっと痛かったですね、はい、ウピンは。親番の本田とシャーチャの猿川が現在イーシャンテン。ルミは両面は増えたけどメンツは増えない。そうですね、両面が4つの3シャンテンですね、これは10巡目としては相当遅いです。ドラのシャー切るでしょう。シャーチャとはいえね今もういいシャンテンですからね、はい、はい、つもぎりました。伊達の手も慎重になるところです。そうですね、チートイツのリャンシャンテンですから、まああんまり無理しないでしょうね。ね、ホンダパワーワンポンすればリャンウソテンパイだったんですけど、なかなかですからね。そうでしたね。親番ホンダがリーチを狙っているところ、猿川はイースーピンウーパーピンを入れたいが、入るか、来た、来た、最高です。マンズの方が埋まって両面リーチ、親番ホンダです。
わあ、結構いそうですね。これは満足なリーチが打てましたね。6もあるの。大満足の山6です。大満足だね。親番本田リーチタンヤオピンクのリャンウーソー待ち。おお、ルミがねもう全く上がる気なしでイーピンじゃなくてスーピン打ったんですよ。はい。それによってサルカーにもテンポ入りましたね。そして伊達にドラが重なった。あら、チートドラドラはちょっと行きたくなっちゃうよ。そうですね、チートイドラドラのいいシャンテンになりました。いや、一つの選択で一気に状況が変わっていくか。いや、これねサルカーが上がったらルミのスーピン切りがファインプレーですね。サルカーは1000点のテンパイを組んでいるわけですね。スーピンが泣けてサルカーは単葉のみのテンパイ。ちょいちょいちょい、一つの泣きが3つ上がり牌重ねてどうすんのこれ。パーソーかパーワン切るの。いやー、追っかけパーソー短期。え、すごいな、2つまでいくんだ。これが山に1枚。これ勝っちゃったらもう神だね、まさにね。さあ現在3人テンパイです。一つの打牌が大きく状況を変えた。本当だね、こんなに変わっちゃうもんなんだね。いや、これ伊達勝ったらすごいけど、さすがにリャンソー5枚だよ。サルカーはね降りる権利あるからね。伊達の捨て牌も見て何を思う。うん、てか降りるよね。いけます。うん、2権利っちゃ降りるよ。さあこれでなんと本田と伊達の勝負になっている。本田勝つでしょ、普通に考えたら。5倍ですよ、5倍。はい、5倍か。5倍っていう言い方もなんかあんまり普通言わないか。勝率、まあ、1枚対5枚ですよ。1枚対5枚ですよ、はい、積もる確率は本田の方が5倍のはずだ、うん、6回に1回はまあ負けちゃうんで、まあ、そういうことはねあるんですけど、6回に1回がそんなこの回に出ることないじゃんって言いたくなっちゃうよね、負けたらね。もし負けたら、うん、もし負けたらね。残り3巡です。さあよく追いついた伊達。確かにこれでも追いつかなかった方が良かったよっていうパターンも結構ありますけどね。はい、積もれるか本田。テンパイの2人の積も番はあと2回ずつ。うん、でもチーソー2人に通ってないっしょうね。先ほど切らなかったチーソーですね。伊達はローソー早いしちょっと変速気味だから、まあともかく本田にはねもう全く持って通ってない早いだもんね。うん、筋にしましたね。嘘だ。これね、追いつかなきゃよかったようなパターンですね。5800。あー、裏表示範囲にパーソー。最後のパーソーがここにいました。本田の上がり、リーチタイヤオピンフ5800。伊達からのロン上がりです。裏がなくてね、まだよかったですよね。倍以上になっちゃうからね、点数。トン一局から熱いぶつかり合いとなりました。本田が上がって連チャンです。トン一局一本場、ドラマリアンソー。